どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムは、パタゴニアですね。なんていうモデルなのかっていうのはですね、ちょっとわかんない。まあ調べればわかるかもしれないんですけど、でもね、なんて言ったらいいのかな、ミッドレイヤーというか中間着みたいな感じなのかな。まあ、場合によってはこれアウターとしても着られるし、寒い時はですね、中間着として中に着ていただけるような、非常にこう使い勝手のいいジャケットなんじゃないかなというふうに思います。あ、この裏地というか、裏に貼ってあるフリース、ポラテックって書いてあるんですけど、こんな感じのですね、なんかこう網目状のやつって、多分テクニカル系のやつですよね。テクニカル系というか、まあリアルにその登山とかキャンプとかアウトドアで使うことを想定した、機能性の高い、なおかつ運動性の高いものなんじゃないかな。行動着ですね。だから行動着だと思います。素材はですね、すべて化学繊維になっておりまして、ポリエステルとかポリウレタンとかナイロンとかいろいろなことが書いてありますね。まあ、部分使い、部分的にこっちはこの素材で、こっちはこの素材でみたいになってるんですが、基本的には全部化学繊維で、お洗濯表示は水洗いが大丈夫というふうなことになっております。まあ、パタゴニア製品で水洗いできないものっていうのはないんじゃないかなというふうに思います。なんだこれは15、あ、そっか、2015年に製造されたものですよと、15年秋冬ものですよというふうなことがタグに書かれておりますので、もう製造からは7年ぐらい経過してるのかな。気に入ってたくさん、着ていたんだなというふうなことがうかがい知れるコンディション状態でございます。まあ、とにかくね、全体的な汚れがですね、まあすごいです。まずね、あれって思ったのは、面ファスナーのその袖口のね、調整するための面ファスナーがですね、何度もこう脱着をしている間にですね、ちょっと端のところが毛羽立ってというか、もうほつれてはいないんだけど、面ファスナーのその片方がね、オスの部分が取れてるわけじゃないんですよ。取れてるわけじゃないんですけど、端の方の、ここ切った方がいいかな。ちょっとね、お客様に、電話で、確認してみましょう。切った方がいいんであれば、もう根元から切っちゃいたいと思います。そうですね。まあ、これはね、使用に伴うというか、その経年変化による質感の段差でございますので、まあ、洗ってどこになるというようなわけではないですけども、よかった。でもこれ取れてないわ、ほつれてないので、この飛び出している毛をね、綺麗にカットしてあげれば何の問題もない、見栄えも良くなるかなと思います。まあでも汚れはすごいですね。汚れに関しては袖口相当な汚れがですね、こんな感じで、ついちゃっておりますね。だいぶたくさん来たんだなと。そしてこの脇の部分、左の裾の脇の部分はですね、なんだろうねっていうような、すれ汚れのような黒い色の段差がですね、うわ、これストレッチすげえな、ストレッチするんだね。まあ、運動しやすいような袖にもありますし、まあ全体にですね、相当な汚れがあって、同じ日に同じ原因でついてしまったシミ汚れではなくてですね、まあ、ずっと着続けていて、ついてしまった汚れがですね、至るところにございます。うわ、ここもすごいですわ、すごいです、真っ黒でございますよ。すごいね、これ首が当たる部分、顎が当たる部分、これだけ黒くなるんだね、すごいですね。あとは、リアルにその自分のうなじというかね、いわゆる汚れの首輪的なものがつきやすいところの発色性もやっぱり悪くなっておりますね。ほら、なんかちょっと色が違って見えますね。針と糸で縫製されている部分もたくさんありますが、貼ってある部分も結構あってですね、ちょっと貼ってある部分心配ですね。貼ってあるということは、洗浄力を重視した作業をすることで、もしくは経年変化というふうなことで、剥がれてきてしまう可能性があって、そこちょっと意識しないとダメですね。まあ、パタゴニアさん修理もしてくれるので、剥がれたというふうなことであれば、まあ、もう一度くっつけてはくれるんだろうなとは思いますが、でもそれがね、クリーニングに出した時に剥がれたというのは、もちろんそんなこと一切望んでいないですけど、まあ、洗浄力重視作業する際にはちょっと可能性としてはあるかなというふうに思います。
これはなんかやっぱり良さげな良さそうなお洋服ですね。これは着やすいでしょうね。1枚で着ても様になるし、本当に寒い時はうわ油染みかこれ肘のところ、まあいろんな染みありますわ。しかも背中にもついてますわ。なんか擦れちゃったというか擦っちゃったというか、そんな黒ずみが背中のところにあったりしますね。見えますかね、ここです。そして裾にもあった、まああっちこっちね意識してみると、あここにもあるここにもあるという色の段差がたくさんありますので、全部綺麗にしてお渡しできるように何度か洗ってみたいと思います。仕上がりこちらでございます。ファスナーのこの持ち手の部分にこうパーツがついてるんですけど、取り外して洗えるんですよ。取り外せるんですよ。取り外して洗おうかなと思ったんですよ。まあ、ループにね、ファスナーの金属のループっていうか穴に通してるだけだからね。でもね、ここってすごく手で触れるところなんで洗いたかったんですよね。一緒に洗いたかったので、そのパーツの部分だけをですね、カバーをさせていただきました。あとはドローコードのストッパーのパーツもこうやって、カバーをさせていただいて、まあ傷つかないようにというか破損しないようにというようなことをさせていただいております。アウトドアブランドの機能性の高い行動着の場合はですね、そういうパーツがたくさんついているんですよ。フードもそのフィッティングしやすいよね、いろんなところについていたりしますから、機械力をかけて洗った際にですね、大丈夫かなというふうなことを見て、その予防をしているわけですね。予防させていただいております。めちゃくちゃ綺麗になりました。いろんなシミ汚れがあってね、そうだな、原因が違う、同じ日じゃなくて違う日にね、いろんな原因でついてしまったシミ汚れがたくさんあったんですけど、もうね、袖も脇も首周りも襟も背中も全部完璧に綺麗にすることができております。よかった、すごい綺麗になった。なんかね、大切な方からのいただき物らしいんですよ。そういうねことをね、教えてくれるんですよ。ありがたいことにですね、やっぱりそういう思い、お洋服をお預かりするわけなんですけども、そういうお客様のねその思いも一緒にお預かりさせていただいてですね、大切に丁寧にでもシミを取るためにはちょっと大胆にですね、作業させていただきまして、シミ汚れゼロになりました。2015年に製造されたお洋服で、毎日っていうかかなりたくさん着続けているとですね、場合によってはもうそろそろかななんていう風な感じ感もあると思うんですけど、でもねまだ全然大丈夫ですよ。もうパタゴニア的にももうもっともっとたくさんたくさん着てください、たくさん汚してください、たくさん遊んでください、楽しんでくださいというようなね、ことで作ってるし、汚れたらね、綺麗にしやすいようなメンテナンス性でありますから。でもさすがにあそこまで汚れちゃうとね、家でメンテナンスして綺麗になるかと言われれば難しいだろうなと思いますしね、たくさんいろんな経験してますし、そういう機材、資材、薬剤、専門的な知識とか経験とかの差があってしかるべき当たり前でございますので、大事なパタゴニア綺麗にしてほしいんだというふうな方はですね、ぜひご相談してみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。